はい、どうもこんにちは、森本です。えー、今回はダイハツのハイゼットの不具合を見ていくんですけれども、今、ご覧のように EPS、えー、電動のパワーステアリングの警告灯が点灯していますよね。そして、あのー、今、重ステになってます。パワーステが完全に効かない状態になっているので、これをちょっと修理していきます。で、このパワーステの警告灯が点灯する前、ステアリングの 操作の感じがおかしかったんですね。なんかガク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 とする感じですね。なんか引っかかるなという感じがしました。で、そのまま走行していると EPS、電動パワーステアリングの警告灯のランプが点灯して、もう完全にパワーステが、まあ、効かなくなってしまうという状態に陥りました。とりあえず警告灯が点灯しているので、診断機つないでなんか異常コード拾っていないかどうかを確認していきます。 えっとですね、故障診断機つなげてみたんですけれども、なんかうちの診断機のせいなのかわからないですが、EPS ・電動パワーステアリングの項目が点検できなかったので、ちょっとあの、まあ、昔ながらと言いますか、短絡させて、えー、故障コードを拾っていきます。で、短絡させる場所は、このハイゼットの場合は、 えー、上の段、下の段ともに、右から4番目ですね、この端子を短絡させます。まあ、これは容量書を見て確認した方がいいですね。で、短絡させた後、この短絡を解除すると、EPS のランプが点灯して、故障コードをあの出すというふうになります。はい、こんな感じで片方の端子を抜いて、短絡を解除したので、ちょっと故障コードを見ていきます。はい、お分かりいただけるでしょうか。 EPS のランプが点滅を始めましたよね。で、この点滅を読み取って故障コードの読み取りを行っていきます。で、読み取り方なんですけれども、これは整備要領書を見ていただく方がいいんですが、まあ簡単に言いますと、10の位と1の位を別々で表示して1つのコードとして表示をしていきます。例えば、24っていう故障コードがあったら、最初に10の位、 20ですから2ですよね。2回点滅して、で、次に1の位。24だったら4ですから、4回点滅する。2回点滅して、ちょっと間隔を置いて、4回点滅する。これで24っていうコードを表示するんですね。もちろんですが、複数コードがある場合は、そのコードの数だけ表示をします。例えば、24、34っていうコードが出たとすればですね、2回点滅して、 で、4回点滅する。で、また間隔を置いて3回点滅して4回点滅するというふうに、ま、すべてのコードは表示されます。でですね、えっ、ー、と、今回読み取ったコードはですね、めっちゃたくさん出たんですよ。<laughs> いっぱい出てですね、えっ、ー、と、全部で5、6、7個の保証コードが出ました。えっ、ー、と、細かく言いますとですね、16、17、21、25、52、56、 68のコードが出たんですね。なんかめちゃくちゃたくさんコードが出ちゃいました。はい。ちょっとですね、えっと、事務所に入ってお話をしていきたいと思うんですが、で、故障コードたくさん出ました。で、細かく言うと、16、車速センサー系の異常。17も車速センサーの異常ですね。で、21、モーター系の異常。25、モーター回転、回転センサーの異常。 52番、コンピュータ本体の異常。で56番、えー、ウォーニング系統の異常で。68番、コンピュータ内部制御系の異常ということで、えー、たくさんコードが出たんですが、で、要領書を見てですね、それぞれのコードをどういった対処をすればいいのかというふうに見ていったんですが、結局のところ、ステアリングギアボックス、圧縮交換してくださいというふうに、えー、出ました。そのようにですね、あの、整備要領書に書いてあったので、 これはステアリングのギアボックス、本体がもうダメになっているということになりますね。まあ、特にですねこの52番のコンピューター本体異常ということなんですけれども、この車ですね、コンピューター、電動のパワーステアリングを制御するコンピューターがですねそのギアボックスの中にあるんですね。コンピューター単体で交換ということができません。コンピューータ交換するんだったらもうギアボックス えー、ラックピニョン全部交換してくださいという対処になりますのでもうこのアッセンブリ交換するしかないんですねで実はですねこのハイゼットのパワーステアリングこれサービスキャンペーンが出ているんですね、えー、電動パワーステアリングの製造が不適切なため警告灯が点灯してアシスト機能が停止する恐れがありますと、まあ、つまりパワーステアリング効かなくなりますよという サービスキャンペーンがあって、まあ、対策として対策品に交換する、まあ、ギアボックス、アッセンブリを交換するという対策をしていてで、この車は過去にやっているんですね。ちょっと僕、ダイハツのディーラーさんに問い合わせしたら、この車はもうやってありますということだったんで、このサービスキャンペーンはもう効きませんよということになります。で、他に何か保証ありませんかと聞いてもですね、特に保証はないということなんですね。 で、えっ、ー、と、これに関してなんですが、僕ネットでちょっと調べてみると、このサービスキャンペーンをやったとしても、しばらくして、まあしばらくっていうのはどれぐらいかちょっとわかりませんけれども、しばらくしてまた壊れるという現象はちょこちょこあるようです。なので今回もそれなのかなと思います。 サービスキャンペーンで交換したけれども、まあ、あれから10年ぐらいかな、10年ぐらい経って、また再発してしまったのかなという感じですね、なんで今回はちょっと残念なんですが、優勝で修理,するかな修理をするしかないということになりますね。はいというわけで、ステアリングギアボックスの交換を行っていくんですが、えー、と部品の方がですねなんと新品しかちょっと手配ができませんでした。 どういうことかっていうとまずは僕はリビルト品があるかなと思ってリビルト当たったんですねで業者さんに聞いたんですが複数の業者に聞いたんですがリビルトはないということでしたじゃあまあ中古あるかなと思って中古も探してもらったんですけれども今このタイミングでは中古もないということだったんですね、えー、まあ中古は待てばいつかは出てくるかもしれませんが それいつになるかかわんないで、すよねなんで、まあ、なるべく早く修理したいというのもありましたんで、今回は、まあ、あんまりやりたくなかったんですけれども、新品でちょっと交換をしていこうと思います。なので、新品なので結構値段もするんですね、これだけで、えーとね、ざっと10万近くするんですよ。<laughs> まあ当たり前ですよね、モーターついてるし、そのギアボックス、アッセンブリーなわけですから。 値段が高いというのはまあ仕方ないと思います。というわけですので、今回はこの新品のステアリングギアボックスに交換をしていきます。で、ステアリングギアボックスの交換の流れなんですけれども、まあこれがギアボックス、これ本体ですね。で、ロッドが繋がっていて、こちらです。このロッドに接続されているので、このロッドを切り離しします。 あとここからは見えないんですけれどもこの先ステアリングのシャフトがついていますのでそのシャフトとも切り離しを行いますあとこれ電動のパワーステアリングですので電気の配線が通っていますでその配線がご覧のように車内に通じているんですねこれは多分コンピューターにつながっていると思いますのでそのコンピューターとの接続も切っておきます そして最後にギアボックス本体の固定ボルト。これを取り外しすれば外れてくると思います。はい。まあ僕もちょっと初めてやる作業なので、まあ多分これでいけると思います。とりあえず作業をやっていきます。それじゃあ電動パワーステアリングの交換を行っていくんですけれども、電気系統の部品を交換するので、まずはバッテリーのマイナス端子を取り外ししておきます。 その次に電動パワーステアリングから車内に通じている配線がありましたよね。この配線を切り離ししていきます。で、この配線の取り外し方法なんですけれども、センターコンソール周りのパネルを取り外ししていく必要があります。まずはシフトノブとサイドブレーキ周りのパネルを外していきます。 このパネルは4本のボルトで固定されていますので、ボルトを外してパネルを外していきます。次に足元のパネルを取り外ししていきます。このパネルは1本ステーがついているんですけれども、そのステーの固定ボルト2本を取り外しして、でステーを外せばパネルの取り外しができます。 さあ、これでやっとカプラーが見えてきました。カプラーは2箇所ありますので、この2箇所のカプラーを取り外ししておきます。次に、ステアリングシャフトとギアボックスとの接続部分を外していきます。このシャフトとギアボックスはボルト1本だけで固定されているんですね。なので、このボルトを取り外ししていきます。 さあ次に車体の下側から作業していきますステアリングギアボックスとセンターアームのつなぎ目のボルトナットですねこれを取り外ししていきます次にギアボックスを囲うようにテンションロッドのブラケットがついているんですねこれ取り外しの際非常に邪魔になりますのでテンションロッドと その取り付け部分のブラケットですね。これを取り外ししていきます。テンションロッドとロア,アームのつなぎ目のボルトナット2本と、ブラケットの取り付けボルト4本ですね。これらを取り外ししていきます。そうすれば、ブラケットとテンションロッドを同時に取り外しすることができます。 さあ次にですがやっとここでギアボックスのアッセンブリー取り外しができますギアボックスは3本のボルトで固定されていますのでボルトを外して取り外しを行っていきますでこのステアリングギアボックスとステアリングシャフトとの結合部分なんですが運転席の足元にあるんですねなんで錆びているということが結構多いです なので結合部分に CRC を吹いてあげたりでバールで少しこじってあげたりしないと外れないという場合もありますはいというわけでステアリングギアボックスアッセンブリーの取り外しができましたじゃあ新品のギアボックスを取り付けしていきます、えー、特に古いギアボックスから移植しなければいけないような部品はないので このまま組み付けを行っていきます。はい。それでは新品のギアボックス取り付けを行っていくんですけれども、まあ、ここの工程は取り外しと逆の手順をやっていくだけですね。で、取り付けの際、一番苦労したところは、ギアボックスとステアリングシャフトとの結合部分ですね。そこをスポッとはめるのが結構難しかったです。 まあ動画ではちょっと編集の都合でその部分見えていないんですけれども先にスプラインをかましてからボルトをつけないとうまくはまりません取り付けボルトを先につけてしまうとシャフト遊びがありませんのでギアボックスにうまくはまらないんですねなので順番としては先に結合部分をスポッとはめてからボルトを取り付けすると いう手順を踏んだ方が作業はやりやすくなります。はい、こんな感じでギアボックスの取り付けが完了しました。あとはまあアライメントもそうですけれどもハンドルセンターですね。これの調整をしていきます。といってもこれは特にエアバッグとかついていないですからセンターはまあステアリングの位置を調整してあげればまあいいんじゃないかなと思います。 で要領、まあ、書とか見ても、特にセンターの調整方法というのはないんですね、あのハンドル切って、きちんとハンドルが切れる状態にあるかとか、でまあ、ステアリングの位置が適正な位置にあるかとか、そういった項目を、まあ、自分で調整するとしか書いてありませんので、とりあえず、まあ、ハンドルセンターであってで、ステアリングもきちんと切れるという状態に調整をしておきますはい今、ですねテスト走行してきました。 で、ハンドルセンターが少しずれていたので、微調整して、で、サイドスリップも測定して、まあ良かったので、これで大丈夫ですね。もちろんですが、パワーステの警告灯も消灯しています。エンジンかけても、はい、こんな感じで、もう消灯していますよね。で、この警告灯なんですけれども、 新品のギアボックスを取り付けした直後は、パカパカパカと点滅しているんですね。けれども、それは少し車を走行してあげれば、消灯します。あの、もちろん異常がなければ消灯しますので、少し走ってあげて、で、様子を見てあげれば大丈夫です。はい、というわけで、パワーステの警告灯も消灯したし、で、パワーステも無事効くようになったので、これで全ての作業完了となります。 で一応、モーターの方も分解してみたんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ブラシはありますよね。なんで、うん、機械的にはいいのかな。で、この裏にコンピューターがついているんですけれども、そのコンピューター見ても、まあ、わかんないですよね。なんかコンデンサーの液漏れが起きているとか、こう、目に見えて、なんか異常があるなっていうのは、わからないので、ちょっと、この目に見えないところが、 壊れていたんじゃないかなという感じですね。はいというわけで今回はハイゼットのパワーステアリングのギアボックスの交換の様子を紹介させていただきました。で、あのー、これまあ途中でもお話ししたんですけれどもサービスキャンペーンが出ておりますのでもしですね、まあ、自分が乗っている車、まあ、これサービスキャンペーンの範囲がちょっと分かんないんですけれども、まあ、ハイゼット以外もあるかもしれませんので、えー、電動パワーステアリングの警告灯が点灯しているとかどうもハンドルの なんか具合がおかしい。ガクガクするなとか、パワーステなんか聞いていないなという方はですね、まずは、えー、まあ車屋さんでもいいですし、ダイハツのディーラーさんに聞いていただければいいかなと思います。サービスキャンペーンに該当しているんだったら、あのまあ、無償で交換していただけると思いますので、一度相談をしてみてください。はい。というわけで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。